どうもこんにちは、ライラと申します。今回から2004年に任天堂 DS から発売されました触るメイドインマリオ、こちらの作品を遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。なんかいろんなものが飛んでますね。メイドインワリオシリーズ特有の瞬間アクションという5秒で繰り広げられていくプチゲームのラッシュ、最近まで無印のも遊んでいたんですが今作も楽しみです。ということでやっていきましょうか。質問だよ、左利き右利き。一応ね左利きなんですが、ペンはね右で持つので右でいきましょう。そうです、ゲーム中は上ボタンかスタートボタンでポーズだよ。お、始まった。ワリオのうち、めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってんなー。ああうめえ。もぐもぐな。やべえやつだ。痛い痛い痛い。バイクでそのまま向かっていくのかな。松デンタルクリニック。先生、歯は命って書いてる。早く直してくれ。うんうん、これひどいの。ちょっくら我慢せよ。あ、そういうことか。早速タッチアクションが。おお、ビガビガですね。痛くなくなったぜ。ありがとうよ先生。一つ約束事じゃ。しばらくの間何にも食べちゃいかんぞ。めちゃめちゃ食べそうな流れだよなこれ。気分最高だぜ。よーし飛ばすぞ。おー始まった。さあ割っていきましょう。タコさん、唐突に始まりますからね。触って、よーし捉えて、こんな感じね。花火出せ。そういうことか、連打ね。シャーペンの芯を出す的な。さあスピードアップ、砕く。危ない、結構ギリギリだった。プチプチくんですね。さあ順番にタッチ、引っ込めろ。そういうことか。お目目のところタッチでしたね。さあボスステージ早速来ました。
叩け。あー、そういうことか。多分同じ場所を叩きすぎるとやばいのかな、これ。あー、よかったよかった全然大丈夫だったわ。よーし、ありがとうございます。くんくん、うまそうな匂いだ。お、ケーキ屋発見。フラグすぎる。いらっしゃいませー。ケーキを10個くれ。お、食べようとしてる。そういえば、しばらくの間何人も食べちゃいかんぞ。ちゃんと上下の、まあいいだろう、上下の画面を使っている。これはやってしまいましたね、マリオさん。またのお越しを。ちょうど食べるなと言ったじゃろ。さあ、オチまでありますね。お、あれはオベロンさんの宇宙船かな。ここになんかみんなが集まってきたりするんですかね。どうだ、俺様のステージは優しかっただろう。次からはそうはいかんぞ。まあチュートリアル的な感じだよね、最初は。こんな感じでやっていくぜみたいな。さあ、ゲームウォッチさんが上画面にいますね。お、オーベルンさんだ。お、ジミーさんとモナさんですかね。さあ、2ステージ出てきました。一応見るか、お試しタッチ。よう、ワリオ様だ。俺様のステージは練習用の簡単なお試しステージだ。お試しがキラキラしてる。まずはここで操作に慣れときな。30オーバーで何かいいことがあるんだ、そういうの。やるか、そんなら。よし、行きましょう。いいね、いろんなパターンあっていいね。さあ、ふさげー。覚えて、引きなさい。よーし、拍手。触って、さあ、スピードアップ。さあ、砕いていきましょう。探せ。ああ、そういうことか。さあ、潰せ。オッケーオッケー、オッケーオッケー、ぶっ飛ばせ。よし、ということで、同じ場所やりすぎないようにだよね、この叩くやつは。よし、ありがとうございます。歯磨きちゃんとしろよお、してるしてる。タッチするとするんだな、歯磨き。さあ、レベルアップだ。ああ、そういうことが、掴むってタッチしたタイミングで出てくるのか、お手手が。オッケーオッケー、起こせ。よーし、朝でーす。よく見て、ここです。よーし。さあ、スピンアップ。どれだ？こんな感じ？オッケーオッケーオッケー。やったー。めちゃくちゃだな、なんていうか。
草砕け。危な。こっちか。よし。さあボスステージ。ちょっと難しくなってそうだな。オッケーオッケーオッケー。ワンアップありがてー。さあ歯磨きしましょう。よしレベルアップ。こっからガチ本番みたいなとこあるよな。オッケー。舌痛そう。なんか曲がってたよな今。よし曲がれ。多い多いよ多いよ。危ねえ。大丈夫大丈夫。30いける30いける。うわ間に合わなかった。マジか。なんか音違うやつだったな今。よしよしよし。順番立ち。さあボスステージ、これ乗り切れば多分いけると思う。いやめっちゃ多くない？うわマジで出てきちゃった。そうか普通にむずいなさっきの。うわやばいやばいやばい。とりあえず30いったねこれで。オッケーオッケーオッケー。よかったよかった。よしよしよし。さあ31。もうかなり早いもんな。そういうことね。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。お顔があったな今。なあしまった。まあ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 クリアできたんでよしとしましょう。さてと何が出てくるかな。なんか持ってきてくれる係なのかな。連れてきてくれる係というか。オービロンさん、お、なんかいろいろ出してくれる。ペンライト。ペンライトで光の線を描こう。すぐに消えてしまうのが儚くていいよね。え、ちょっとやってみよう。かけ。あーそういう感じだね。でこっちは映写機。リールを回転させて映像を楽しもう。回すスピードによって何か違うの？ちなみに逆回転もできます。こういうちょっとしたタッチで遊ぶ的なものもあるのか。おーあ、本当だ、逆もある。
確かね、このサールメイドインワリオって DS 本体と同時に出たゲームの一つでしたよね。それもあってか、とりあえず触って遊んでみましょうみたいな感じのものが多いのかもね。最初っていうのもあるだろうし。で、軽く見よっか。図鑑が、まあ、フリープレイみたいな感じだよね。今まで現れてたゲームたちが遊べる的な。で、ゴチャルーム。オプション。よし、ということで行きますか。ジミーさん行くか。さあ、こするタッチ。OK、ジミーだよ。僕のステージは画面をこするスクラッチステージ。スクラッチか、面白そう。U のハートをキャッチするバッチグーなゲームばかりさ。おお、まだ30オーバーで何かいいことが。まあとりあえず通常クリアだろうな。こするタッチ、こするゲームなのさ。クールにレッツプレイだよ。行き過ぎましたねクラブ佐藤。ジミーズショータイム。これどこで始まるかわかんないからな、気をつけながら見ていこう。パパママカマン。お増えてる。ジェイミー、ジェームス、カマン。あー、まだいる、まだいる。戦隊ものみたいになってる。お、飛んでる。のージミンさんのアフロの中に迷い込んでしまった。かゆいよ。頭をかいて。こういうことかな。さあ、そろそろ来そうだな。構えておこう。お、来た。頑張っていきましょう。消す。オッケー。黒板消しがなんか卵の寿司みたいだったのよ。撫でろ。摩擦がすごそう。ここまで来ると。なかなか癖の強いプチゲームだな。こういうことね。うわ、いけてないね。オッケー。残機がミラーボール風なのがいいね。オッケー。ケーキっぽい何か。ケーキかな。さあ、スピンアップ。ガラケー持ってるのもいいね。うわー、マックスじゃないといけないのか。割と大胆にスクラッチしても良さそうだな、これ。オッケー。あー、しまった。そういうことか。下回ったか。オッケー。なんか静電気的なね。あらちょっと待って待って待って、画面全体を見られてなかったな多分これ。もう一回いきましょう。あ、教えてくれた、優しい、助かりました。プチゲーム出る順番一緒なんかな。たまたまかな。たまたまな気はするけど。オッケー。
大丈夫よ、タコさん。今ださあ、こうする。オッケー、便器でしたね。さあスピードアップ。オッケーオッケー。さあ回していこう。これ下回んだよな。オッケー。なんかすごい動きしたな今。オーケー、いいよいいよ、まだミスってない。さあボスステージ、虹をこすれ、バケツを満たす。こんな感じでいいのかな。オッケー、よーし、ありがとうございます。今日は一段とホットなナイトだったよ。今日のお兄ちゃんちょっと変だったけど決まってたよね。サンキュージェイミー。他の方々のねステージとかあったりするんですかね、どうなんだろうね。あ、アンコール来ましたね。今日のお兄ちゃんなんか変。お杉様が笑ってらっしゃる。やっぱ集まってくるんだろうな。上画面のキャラも気になるけど。よーよー、すごいよー、君の熱いスクラッチは最高にクールだよ。ありがとうございます。さあオベロンさんがまた何やら連れてきたのかな。これはなんだ、プリン、プリン、ただただプリンを触るだけ、叩いたり引っ張ったり好きにして。ではプリン触らせていただきます、よろしくお願いします。あでも俺はねこれ結構好きだわ。意味もなく触ってたいわ。いいねいいね、こういうのいいね。さあでは30点以上だよね、目指してみましょうか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。